俺にはよくわからないんだ。この世界が本当に本物なのか。そんなの考えたこともなかった。
くわ。脅かすなよカイリー。そっちが勝手に驚いたんじゃない。そろそろサボる頃だと思ったんだよね。ソラは違うって。あの真っ黒いやつが俺を飲み込んで息ができなくなって言ってまだ目が覚めない。夢じゃなくて夢だったのかな。知らない世界でさ、変な場所でさ。はいはい。なあカイリー、カイリーが子供の頃にいた町ってどんなところだった？覚えてないよ。前にも言ったでしょ。思い出したかと思って。全然。帰りたくならないか？私はここで幸せだから。そうか。でもね、見てみたいって気がするな。俺も見たいんだよな。この世界以外にも世界があるんだ。死ぬまでには絶対見たい。じゃあ一緒に行こうね。おいおい、俺は仲間外れかよ。しかも真面目にイカダ作ってるのは俺だけだ。おっと。カイリーも一緒にサボってたろ。バレたか。じゃあみんなで仕上げちゃおうね。向こうまで競争。ええー、なんだよそれ。よーいドン。